せーの、済みました。良い番号です。おはようございます。さあ、眩しい中始まりました、はい、目指す100万グッド、Jガールズの虹ひかりです。 Jガールズ五十嵐マリアです。はい、ついにやってきましたよ。ついにこの日が来ました。なんとね、全24回で、はい、今日最終戦ということで。最終戦ですね。まあ、今日で罰ゲームかご褒美か決まってしまう、はい、ご褒美のグランピングオフ会か罰ゲームの、うん、マイナス3枚分のプレゼントを自腹購入かが今日かかっておりまして、はい、なんと現在ですねマイナス5708枚ですか。はい、一時期プラス6000枚とか言ってたのにもう万枚負けてるんですね。良くも悪くも今日で決まるからとことん行こう。そうで、やっぱもう最後はあれしかないなって、最後あれしかないよ思ってるんで、私は取れそうなんですけど。取ります。取ります。死ぬ気で。五十嵐さん蹴落として取ります。いや無理無理。まあそうですね、簡単に番組の内容の説明をさせていただきます。目指せ100万グッドということで、 YouTube のグッド数を100万目指していく番組となっております。現在のグッド数がこんな感じで、いつも皆様ありがとうございます。そしてですね、全24回の収録で、私たち乗り打ちなんですけど、はい、乗り打ちでトータルの素枚がプラスで終えることができれば、ご褒美としてグランピングオフ会を視聴者の方々と行わせていただくと。そして、マイナス3枚だった場合は罰ゲームとしてマイナス3枚分のプレゼントを私たちが自腹購入で視聴者様にプレゼントさせていただくということで、ちょっと今絶望的な感じがあるんですけど、はい、100万グッドは続くんですけど、今日がまあ24回目の、はい、そう一区切りね、最終決戦ということなので、はい、行くしかないっすよ。もうね、行くも地獄、戻るも地獄ですわ。間違いない、はい、間違いない。地獄を見ないように頑張っていきたいと思います。頑張っていきたいます。はい、行きたいます。じゃあ最終戦気合い入れて、はい、いつものやつやりましょう。はい、行きます。せーの、目指せ100万グッド。お願いします。わあ、すぐハーデスがある。あー、これはここじゃない？やっぱめっちゃ見えるところじゃない？ここも迷わずもうこれハーデスいきます。はい、ただいまから入場の方が開始されてるんですけども、なんと197番とね、かなり引きが弱かったんですが、ここで引きを使わなくてよかったと思えるように今日は万枚を出したいと思います。開いてるかな。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。凱旋の子、凱旋の子。あ、ね、あっちに気づいたな。そうそう、あっちに気づいてないぞ。光あ、1台とかしか空いてなかったけども、とりあえず OK。 前日で年日下がってるし、これやわ。やれるぞ今日は。やれますかね。197番で凱旋取れたんやで。ほんまやな、不安やな。こっからや。不安わからんけど、こっからやから。こっから頑張ります。頑張るぞ。はい、じゃあまあ一区切りのラストできます。凱旋取れたんでよかった。これは勝たないと。ここ最近凱旋を打つと、ほぼ必ずといっていいほど天井に行ってるので、今日はせめてそれまでに当てれたらなと思っております。お、わあ、目押しミスりました、すみません。115ゲーム。目標は3つ。やばいやばい。流れ
一回も涙出へんかった。あ、どういうこと？やったな、逆に。早いな。早かった。今日いけそうやな、なんか。せやな。うん。よし、1セット348万円やかななからでした。取れてるかな、いい方取れてるかな。おやすみ。あった。何ゲームや。12ゲームありました。持ちメダルです。よし、ふう、よかったよかった、危なかった。はい、2セット631枚。ないやつかな。じゃあ24回の収録最終戦頑張っていきたいと思います。一番いいとこ取れたと思うよ、これは多分。今日はまあやるしかないと思って2人でとりあえずアデスと凱旋、精一杯精一杯神頼みしていこうかと思います。24ゲーム。で、ひかりさんもね、早々に魚を引いて、まあ、勢いはついてると思います。で、まあ、ひかりさんが勢いに乗って出してくれるんであれば、自分は移動してっていうのもありかなとは思ってます。ただマイナスが大きすぎるんで。演出ありました。ただマイナスが大きすぎるんで。あっ、ちょっと待って、あれ、紫が7いきました。91ゲーム倒して5本、クリスタ。でもなんかあった気もする。あったよね。あー、4分の1取ってくれ。お願いします。ようこそ。びっくりした。いいです。あ、59、70分。はいはい、うまい。もう一発。90ゲーム、あ、なんか十分だぞ。この細かい話が助かる。
3ゲームで終わります。ちょうど150ゲーム、428枚、初当たりにしては上出来です。
手に入れたぜ。1000枚のメダル手に入れたぜ。ちょっとあかん、ゲストすぎるからやめとこう。ありがとうございます、五十嵐さん。まあ最終戦ってことで、今現在枚がマイナス5708枚ですか。この範囲はね、あの大いに私にありまして、毎回毎回懲りずに外線に突っ張った結果なんですよね。もうこれはもう言い逃れもできん。うわうわ、おめでとうございます。出ました、ゴッド。お隣さんが引かれました。なんかここ最近すごい周囲の方が引かれる気がするんですけども、うつやと降りてくるんや、私の台に。マジか。ちょっとこの展開は非常にまずいやつですね。やばいなマジで。メダルがジャブジャブいかれてる。これはね非常にまずい気がします。まあ700ゲームとまずい。あれ遅れた。待ってたぞ、2回目。725ゲーム、投資が10本ともじメダルです。本日2回目の SDG。なんか引いたかなと察してきました。ほんまに？このまま。ほんまにで。こんなで。あ、出た。出て、出た。大丈夫。まずい。おしゃ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 。ナイスナイスナイス。お、危なかった。素晴らしい素晴らしい。お願いお願い。お願いって。もうなんでこんなやらんの。やい。あー、うわーマジで下手くそ。よかった1個乗ったし、1個乗ったから。ちょっとあれっすよ、頑張れそうやね。このせいもなし。441ゲームの1231枚。そしてループはなし。あ、多分飲まれるから。ありがとうございました。ありがとう。引き取る、引き取れます。よし。回収してきた。あげたのに。1個飛ばしてくるやろ。ファイヤー3セットとりあえず確定。は
第1セット320ゲーム、ん1セット370枚でした。2つ目セット643枚。これで上乗せできなければ繰りしすぎてリアクションがすごい地面になりました。引きました。ちょっとあの五十嵐さんに報告に行きます。やばい、引いた引いた引いた、ありがとうありがとうありがとう、すごい、さすがさすが、ハテナからでしたよね。だからちょっと一瞬気づかんかったけど、やばい、よく出るね、待てるな、ちょっと私ハマってるから大丈夫かな。待って、どうしよう、5本でももうすぐ追加投資になりそうやねん。よいしょー、来た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 、時代来た時代、またまた時代来た。さすがっすわ、さすがやな、ほんまに。今日はあの私がやれると思ってた自分を恥じたい。ふえさあやるぞ、もう来た、マジで来た、もうダメやと思った。めちゃくちゃ久々なんですよ、ゴッド引いた。あの収録中も全然最近引けんかったし。あと3500枚。はい、3500枚。はい、わかります。上乗せせなあかんやん。じゃあこれで今日の今の2人の投資分はまくってるで、まあ、のメダルのやり取りありましたけど、あとはいかに伸ばすかで今日の命運が分かれる。あーごめんなさい、飛ばしちゃった。1200枚くらい、4000と1200枚くらい。1回だけ許してください、すいません。今日マジですごいチョンボするんですけど、なんでやなんでやなんでや、たまにそういう日ありません？ないか。こうなったら私も引きたいというか、もう引かなきゃダメですよこれは。どうしよう、天井まで行ったら、いや天井まで行くのはまだいいとして、天井手前とかでさ、行ってみー、もうやっぱ五十嵐ダメだなってなるよね。でもね、しょうがない、もう当たらんもん、こればっかりはしょうがない、もう当たらんだろ。どんな顔して控えさんにメダルをもらいに行けばいいのかわからない。見てこの、あ、ちょっと突き刺さった私のグラフを、これが向いてない人のグラフです。ちょっと一回さんからもらったメダルが消失しまして、もう7発ゲーム超えてるんですけど、とりあえず作戦会議をこねて休憩に行こうと思います。
くださった方ありがとうございます。前半戦が終了いたしました。はい、2人ともね、最終戦ということで、はい、ゴッドハーデスト凱旋凱旋で初当たりがめっちゃ早くて、しかもめっちゃ乗せてって、それで助かったと思った。いや、ハーデスはああいう台やから、これからやから、うん、今の現状を除いてはいけたと思った、うん、これからやから、まあ、じゃあ そのおかげで引けたから、ゴッド。いや、すごくね、めちゃめちゃ引いてるよね今日。赤菜2回と、うん、ゴッド1回でも赤菜は空気やったいやいや、でも引くことに意味があるから諦めずに、何が起こるか分かんないんで、うん、頑張っていこう。受けてない、受けてない、ない大丈夫、こんなもんこんなもんさ、私は受けてない、受けてない。まあ頑張ろう、頑張りましょうか、うん、まあでも引くも引いてくれたんで、後半は私が気合だけは、気合だけは十分の私がなんとか頑張っていこうと思います。語尾酔わない自信がない足を引っ張らないように頑張っていこうと思います。後半を、はい、ぜひお楽しみに。決まるんでね、罰ゲームとご褒美が。グッとよろしくね、グッとお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、また明日も見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。